どうも、競馬ナビゲーターの北沢です。今回はローズステークスの人気馬と穴馬について話していきます。ちなみに今週からちょっとリニューアルということでですね、今まで行っていたデータ分析、血統やラップの詳細な分析などの動画は別に火曜日にアップしておりますので、よかったらそちらを合わせてご覧ください。ということで、この動画では本予想のみということにやっていきたいと思います。ではその前に、ポイントだけ4点ですね。 まず1個目、2、3番人気が不振傾向。1番人気は過去10年4勝していますが、2、3番人気が復勝率40%、20%ということでちょっと低いです。そして、先週の結果見ると、前打ち有利だなという感じなので、やはり4コーナー2番手、もしくは1番手の馬が1頭は粘るんじゃないかなという見立てをしています。とはいえ、このレースの傾向的には、制圧性能が高い、上がり1位か2位の馬が 連帯、もしくは馬券圏内に来る確率が高いです。そして実績的にはオークス組重視必須ですが、今年は1着から3着バーがいないので、そのあたり難しいところですね。では、パート1ということで人気バー診断していきます。1投目、ダノンファンタジー、想定一番人気。まず、えー、グッドポイントとしては、G1 勝ちの実績は抜群というところですね。 えー、展開不問で、まあ、前にも行けるし、後ろからも行けるし、ということで、まあ、おそらく今回、展開面、相当数考えれば前につけると思います。枠的にもいいところが当たったと思いますので、えー、そのあたりも期待したいと思います。えー、マイナスポイントですが、まあ、やはり桜花賞の時に、僕は非常に不安になったんですが折り合いなんですね、えー。ちょっと行きたがる面が目立っているので、その点、気象面が成長したかというところですね。 オークスは割と折り合っていたようには見えたんですけど、ちょっともし今回、ショート数でスローになったときに不安な点はあります。そして、上がり最速は過去一度だけしか掲示していないので、まあ、このですね、さっき話した通り、速、えー、い上がりを使える馬が比較的高速傾向にあるので、その点の傾向的にはちょっとマッチしないので、そこの部分だけ不安ですね。2投目、ウィクトリア、想定2番人気。 まず、グッドポイントとしては、オークスは4コーナー15番手から追い込んで、最後はダノンファンたちに頭差先着というところで堂々の成績でした。そして、4戦連続でレース上がり、すべて2位以内ということで、安定した末足は売りだと思います。マイナスポイントとしては、決闘的にはポカもあり得るなという感じです。お母さんのブラックエンブレム、このローズステークスを叩いて、秋華賞を勝った馬ですけど、まあ、思わだったとはいえ、ちょっと凡奏。 えー、惨敗しているので、また決闘的にも、ウォーエンブレムが、えー、というところで、そのあたり、ちょっと気象面危ういとこはあるかなと思います。そして、スタートはあまり早くなく、ちょっとお借り気味なとこはあります。ショート数でドスローになったときに、いくら末足が切れるとはいえ、バケン圏内に届くかどうかという点も、若干の懸念事項ではあります。最後、人気バー3と目、しげるピンクダイヤ。 まあ、想定、ネット競馬さんでは3番人気になってるんですけど、なんか4、5番人気になりそうな気はしますけどね。えー、まずグッドポイントとしては、桜花賞で2着の実力。まあ、それは、素晴らしいと思います。そして、母の父、ハイシャパラル、サドラーズウェルズ系で、血統適正的には過去の傾向に合ってると思います。マイナスポイント。まあ、構想マイルまでと書いたんですけど、確かに、オークス以外は全てマイルなので、その間の距離はわからないとこありますけど、 まあ、参るまでがベストかなという感じはします。そして、それ以上に、まあ、こういった手堅かったタイプが惨敗した後って、まあ、ちょっと一度調子崩すとず,ずるずるいってしまうパターンあるので、そのあたりのところも気になるところかなと思います。では、パート2。ここからは穴増水症。これは今までの先週までのような感じで、2から3等ぐらい成長していきます。えまず1等目。名勝勝負。 前走は差し馬が上位入選する展開で厳しかったです。前に行って一番粘ったのはこの馬で、内容的には悪くなかったです。ニュージーランドトロフィーの2着、そして阪神、阪神、ジュベンナイルの内容からも、貧馬限定の G2 レベルなら十分馬券圏内があると思います。ここは強力な逃げ先行馬不在で、展開的には向きそうです。仮に有力馬に刺されても2、3着なら十分あっていいと思います。2投目。 ビーチサンバ、アオークス惨敗で人気は下がりそうですね。ただそれ以前は競合相手に手堅い走り、デビュー戦勝ち、阪神ジュベナイル3着、桜花賞5着と、阪神ではいずれも安定して構想しています、えー。右回り自体には不安要素は感じないと僕は思います。決闘的にも、父黒船でバイスリージェント系が構想しているという加工データに合致しますし、休み明けも苦にしないようなと思います。ここなら自力の違いで上位入選もあると思います。 最後3投目。まあ、ここは7話というか4、5番に気になっちゃいそうですけど、シャドウディーバ。前走、最後、まあ、目一杯走って息切れした感じはちょっと冷静像から感じるんですが、まあ、堂々、ダノンファンタジーとタイム差なしの6着。左回り後者のイメージありますが、まあ、右回りそもそも1回しか走っていなくて、中山のフラワーカップ。あの時は極端な前残り決着で、後方から、えー、唯一追い込んで掲示板に入ったというところで、苦手と決めつけはできないと思います。 オークス以外はすべて掲示板内という堅実派ですし、決闘的にも母の父、欧州型ノーザンダンサー系ということで、男子リー、デンヒルというところでですね、この決闘も過去の構想傾向に合致しています。人気が上がらなければ相手の1頭に買ってもいいかなと思います。ということでまとめ。ま上、あ、位人気ではダノンファンタジー買いたいなと思います。でアナマは今話した3頭。 折り合い面一万数の不安ありますが、ここはダノンファンタジーを信頼して、アナめメの生まれのワイドで攻めたいと思います。ということで、今回リニューアルしてきましたが、ど,どうだったでしょうか感想など気軽にお待ちしております。では、えー、明日土曜日にセントライト圏の様子をアップしたいと思いますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。では、今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。よかったらグッド評価よろしくお願いします。では、また。